カップトラファルワーは、ハンブルク、南アメリカラインの客船。第一次世界大戦中仮想巡洋艦となり、イギリス仮想巡洋艦カーアーマニアとの戦闘で沈没した。カップトラファルワーは、ハンブルクの AV フル艦舎の造船所で建造された。1913年7月31日。1913年10月竣工。船名は、トラファルガーの海船で知られる。 スペインのトラファルガー岬にちなむ。カップトラファルガーは、ドイツ移民が多くいるブラジルやチリとハンブルクとの間で航海を行った。煙突が2本となった後のカーマニアと宝艦エーベル。第一次世界大戦が始まると、ブエノスアイレスで抑留されるも、問題のあるものは見つからなかったため8月17日に出港してモンテビデオに移動。8月23日に、 モンテビデオを出港し、砲艦、エーベル及びハンブルクアメリカラインの汽船、シュタヤー・マルクと合流。砲艦から10.5センチメートル砲2門と3.7センチメートル砲6門が移されて仮想巡洋艦となり、仮想巡洋艦 B という名称が与えられた。また外観上の変化として3本煙突の最後部の1本が撤去され、2本煙突にされた。それにより、イギリス側は、 カップトラファルガーを着たドイツロイドのベルリンと識別することになった。艦長にはエーベル艦長であったビルトが就任した。カップトラファルガーは通称破壊船を試みたものの目標を発見できず、石炭船2隻と共にリアダ・トリンドダ沖に停泊した。カーマニアとの戦闘を描いた絵画。9月14日10時55分頃、見張りが接近する船の煙を発見した。それは、 イギリスの仮想巡洋艦カーマニアであった。カーマニアは、走行巡洋艦コーンウールとともに、ドイツ石炭船パタゴニアの捜索に派遣されたが、発見できず、ついでドイツの補給場所になっていると思われた、リアダ・トリンドダの調査に向かっていたものであった。カーマニアが現れると、カップトラファルガーは機体向かい、カーマニアはそれを追跡したが、途中でカップトラファルガーが、 カーマニアの震度を横切るように変身。距離が近づき、12時3分にカーマニアが警告弾を発射。それに対し、カップトラファルガーは、ドイツ軍艦機を形容して攻撃を開始した。戦闘中カップトラファルガーが傾斜していることに気づいた、カーマニアの艦長グーラアントは、カップトラファルガーの推薦付近に砲撃を集中するよう命じた。一方、ビルトは、 カーマニアの船橋を攻撃させた。カップトラファルガーは、傾斜が増大し、ビルトは座礁させて、沈没を防ぐためレアだトリインドだへ向かったが、13時50分に、カップトラファルガーは転覆して沈んだ。生存者は、石炭船により救助されたが、ビルトは死亡している。カーマニアの損傷も大きかったが、沈没はせず帰還している。ありがとうございます。